こんにちは。昨日の制服の目見てくれましたか？すごい、エイプリルフールだびっくりした。なんか星じゃないって思ってびっくりした。なんだこれ。すごい、みんなから嘘つかれてる見てくれましたか？エイプリルフールだからさ、みんな見てないよとか言いそう。見てくれましたか見てくれましたか？私の記念すべき初狼とプライド見てくれましたか？なんかね、裏話なんですけど、もともとリナ第6巻やる予定だったのね。でもみゆちゃんがさ、ちょっと出れなくなっちゃったから、みゆちゃんの代わりにユニットやることになって、めっちゃ嬉しかったんだよねやっと出るって思って嬉しかった。みんな嘘つきすぎだよこんにちは。あ、鉄名ももう発表されたの？早っ。制服のメモ早くないか？そうなんだ。リナもね、さっきね、知ったよ。一人リナ一人だよ。頑張れます。嘘だよありがとうっていうのもなんかやだ。 Thank you って言っとこ。嘘だよ Thank you。 嘘だよ Thank you。 嘘だよスタンプ Thank you。 嘘だよスタンプ音符 Thank you。 Thank you Thank you 嘘だよ Thank you。 嘘だよ Thank you。投票してくれありがとう。そう、昨日でティーンズユニットのね、投票期間が終わったんですけど、まあ、まずはね、まあ、応援してくださった方ありがとうございます。まあ、まだ結果は分かんないんですけど、まあ結果が出るまで、まあ結果を信じてね、過ごしましょう。あ、そうじゃん、そうだ、リナ今日から JK です忘れてたそうだった、そう、今日から JK です。そういえば、やばいね。自己紹介。はい。SK48JK 研究生の高校1年生。高校1年生やばくない？高校1年生。15歳の杉本リーナになるよ。やば！高校1年生やばい。やばいね。みんな嘘つきすぎだよ、みんな。嘘、センキュー。嘘だよスタンプ Thank you。 ね、みんな持ってんな、これ星の代わり、そういう星の代わりなのかな、これが。鉄のね、発表された、来てねリーナ研究生一人だからさ、みんなが仲間だから来てね、絶対に絶対に来てよ。急遽だった、そう、急遽だったんだけど頑張った。1時間半前ぐらいに電話来て、いきなり何って思ってたら、そう、なんか狼出れますかって言われて、出たいです、めっちゃ嬉しかった。次いつできるか分かんないけど、まあもしかしたら記念すべき1回であり最後の1回だったかもしれんけど、まあまたできたらいいなって思います。嘘だよスタンプありがとう Thank you。嘘だよスタンプセンキュー、こんにちは。狼の振り付けは前から覚えてた。なんかね、去年振り入れしたんだよね。去年振り入れしたんだけど、マリーナさ、もうずっとさ第6巻しか出てなかったからさ、
絶対に出ないだろうなって思ってたのね。だから何もしてなかったからちょっとねやばいって思ったけど頑張ったよ。ウソだよスタンプありがとう。でもリハまでに覚えれたのは頑張ったなって思った。初めてだったよりな、何ユニットスクランブル、スクランブルっていうのかな、わかんないけど初日覚えのユニット楽しかったです。なんかね、だからさ振り入れは一応してたから、なんか細かいとこは覚えたり大きな振りは思い出したりって感じだったんだけど、歌詞がねめっちゃ怖くて、だって歌ってないもん、歌の練習はしてないもん、だから歌詞が怖かったけどちゃんと覚えれてた。頑張って、あの本番もねミスらずできました。そうだよ JK だよリーナ、これエプリルフールじゃないから。私もう JK ですよ、これ JC とか言ったらあれか、いや私もう今日から JC ですよとか言ったらみんなに嘘だよスタンプめっちゃ送られるね。JK です、女子高校生 JK です。私やば、高校生よリーナ、高校生リーナやばい。4日の公演で自己紹介間違うに1000円。1000円もかけんね、で絶対間違うから気づいたら嘘だよ。わかんない、飛んじゃった、コメントどっか行っちゃった。中学4年生じゃないの、あ中学4年生。高校1年生兼中学4年生、小学何年生なんだろうね。なんかさ昔さ小学何年、小学9年生みたいな感じの雑誌なかったっけ。しかし可愛い、ありがとうくん。今日ねあれ持ってきたんだ、ベレー帽。あのね昨日さあのオオカミとプライドでさベレー帽つけてたから、でもこの服に合うかわからない。ピカピカスタンプありがとう、ハートありがとう。オオカミめっちゃ可愛かったね、ありがとう。4日行くから、おありがとう。ヒント全制覇目指しましょう。そうだね、JC って書こう。JC じゃない、間違えた。JK って書こう、嬉しいかも。 JK だよリーナ、JK になりました、なんか嫌だけど。あ、JK だった、 JK の変換出てこないって思ったら JK って言ってたわ。枯葉のステーション出たいね、全制覇したいし、ギャルになる、ギャルにはならん、私清楚なんで。それスタンプ Thank you。 もっとユニットたくさん見たいね、リーナもたくさんしたいです。平日の公演も出れるようになったのか、いやあのねすごくあの申し訳ないんですけど、あのリーナ JK になってもね変わんないんだよね、時間が、あの活動時間変わんないんだよね。あの昇格したら21時までになって、昇格しなくてもしても16歳になったら21時になる、あ22時になる。だからねリーナ昇格しない限りずっと20時までなんですよ、活動時間もショールームも SNS も。だからまだまだなんですよ。それでもできちゃうの、すごい、ありがとう。嘘だよスタンプ Thank you。 かわいスタンプありがとう、嘘だよスタンプ Thank you。 尊いありがとう、かわいスタンプありがとう。全部嘘に聞こえる。疑いしすぎ。嘘だよスタンプ Thank you。 かなりハラハラだったね、よく頑張りました、頑張った。でも桜とできて嬉しかった。スレアスタンプ Thank you。 何これウインクして、そんなうちはあんの。でもリナウインクちょっと上手くなったんだよね多分。どうそんなことなかったかな。
薄田屋スタンプ Thank you。 ハートありがとう。投げ中して、何そんな、なんかオタクスタンプあんの。ハートスタンプありがとう。薄田屋スタンプ Thank you。 こんばんはです、こんばんは。薄田屋スタンプ Thank you。 うん、リナは今年で小学10年生。10年生なんだ、すごいね。JK になったらリーナどうなるの。キラキラになります。キラキラになります。小学10年生らしい。リーナ、リーちゃんこんばんは。昨日は公演楽しかったよ、ありがとう。ビッグハート、ありがとうくん。こちらこそ楽しかった。リーナおはよう。結果が出て笑っても泣いてもこれからもよろしくだよ。よろしくちゃん。スレスタンプ Thank you。 ピカピカありがとう。JK 初、そうだ、全然知らなかったわ。そういえば JK だった。あ、しかも今日から4月じゃん、やば、やばいね。無敵 JK の始まり、そうですよ。みんな数年後に語ってくださいね、これが無敵 JK の始まりであったみたいな。今日も可愛くて美しいです、ありがとう、ありがとう。あ、美しいって言われるようになるんだな、 JK になると。ちょっと大人になったから。応援してるスタンプありがとう。薄田屋スタンプ Thank you。 ルーズソックスとか履くのかな。いや、それはちょっと昔のギャルすぎん。でもなんか普通に可愛いよね、ルーズソックスって。あのコスプレとかでさ、ルーズソックスやってる子いて、東海とかで可愛いと思ったから真似したいと思います。今度狼食べられる、よかった。お、よかった、ありがとうくん。ギャルにはなるん、わかる、清楚だから、はてな、いや清楚だからね。嘘だよスタンプ Thank you。 ポップコーンだ、ポップコーンありがとうくん。ピカピカスタンプありがとう。嘘だよ Thank you。 平日の制服の目お見送り間に合う。でも何回かあったよね。まあ間に合うよ、間に合いはする。うーん、頑張ったら。前回は間に合った。薄田屋スタンプ Thank you、ね、4月14日手をつなぎながら公演見に来てね。え、めっちゃ懐かしいかも。ピーピーピー、音がするたび恋をしてることを読み取られそうね。わかんない、ユニット何やるか知らないけど、まだまだ知らないんですけど楽しみ。でもね、イノセンスまだ歌えないんですよ。JK になったとってまだ歌えないんですよね。カレハのステーション出れますかって連絡来たら、はいって言える。まあ1時間以上あったらね、いける。30分あればいける、頑張る。スレアスタンプ Thank you。ウィンクかわいい。なんか上手くなったよね、なんでだろう。ウィンク普通にできてるけどできない人だった。いや、なんかね、なんか両面ウィンクしてるって、よく、あとなんか目にゴミ入ったみたいな、よく言われる。ウィンクされると今より好きになっちゃう。それは単純ですね。これが JK いられてたの、女の子。そうですよ。ハートありがとうくん。ピカピカありがとう。薄田屋スタンプ Thank you。 JK 最初の配信ありがとう。こちらこそ。薄田屋スタンプ Thank you。 ピカピカありがとう。もう毎日配信しないかと思ってた。できるときはやるけど、絶対に高校始まったらできん。入学式がないと JK になった感はないだろう。うん、春休み期間いつまでだったっけな。なんかショールームの春休み期間がね、7とかまでだった気がする。だからその時は昼できるけど、どうなんだろう、ちょっと忘れちゃった。高校おめでとう、ありがとうくん。結婚仕掛ける10、ソシです。
嘘だよスタンプ Thank you。 今日は伝説の始まりないか。それにして JK なのも嘘なのか。疑いすぎ、エイプリルフール疑いすぎ。ほらありがとくん。ニーナ JK おめでとう。 SK に入ってくれてありがとう。ありがとう、こちらこそ応援ありがとうございます。入学式楽しみ。まあ緊張する、楽しみよりも。ピカピカありがとう。ほらありがとくん。何これ、俺の嫁、何習字みたいなやつ。ありがとくん。嘘だよスタンプ Thank you。 何これ、面白いよな。こんなやつあんの、何何、春の、春のやつですか、ちょっとわかんないけど、面白い女。ありがとくん、嘘だよ Thank you。 えらいスタンプありがとう。鉄のめっちゃあったい。ねみりのめっちゃ久しぶりだからさ、みんな来てね。誰もありがとう。エビンベルトやってと言われたら、いや頑張るよ、頑張るんだけど、なんか声がきついかも。一人だけなんかさ、なんかおじさん混ざってるかなみたいななっちゃうかな。声の問題でちょっと難しいかも。平日でも18時始まりだから大丈夫。うん、嘘だよスタンプ Thank you。 アメピとかやっちゃう。アメピめっちゃかっこいいじゃん。ハートありがとくん。すごい久しぶりの鉄なだから事前に出演してた。いやみんなの発表と一緒だよ。みんなの発表と一緒。さっきお風呂空いてたんだけどさ、ドライヤー乾かしてたら連絡来た。ピカピカありがとくん。それをスタンプ Thank you。 ビッグハートポーズ。オッケー、それをスタンプ Thank you。 初見です。それはエイプリルフールですね。初見マークついてないですよ。ほらありがとくん。みんなさ、エイプリルフールに使える面白い嘘考えてよ。面白い嘘考えて。リナのウィンク見るのだけで特権1枚使いたい。ほんと？いつでも。いつでもしてあげるよ。両目できるし。こっち下手すぎん。こっち下手すぎん。普通に両目できるしね。両目できるんで、じゃあもう1、2、3。うん、これでもう3枚たまりましたね。それを Thank you。 ハートありがとくん。7日は日曜日。ああそうなんだ。ソシは本当、嘘、本当です。本当です。リアル JK、 そうですよ、これはエイプリルフールではなくてリアルな JK です。私もうこれで SK には JC が2人ぐらいになったのかな。サツキチとミヤビームかな。恐るべし、若いって感じちゃうんだよね。そんな年齢差ないんだけどさ。ハート、そうだよ Thank you。 神社に入るといいね。もうね、願うしかない。みんな神社行きましょう。今日からリーナ推し、あ、 JK になったから、これを機に。ありがとくん。 JK か、いいね、若いって羨ましい。まあ、大人の方がねいい時もありますよ、やっぱりどっちにも良さはあるんですよ。よ、4月3日にじゃないよ、頑張ってくださいね。みんな絶対聞いてね。ピカピカありがとくん。嘘だよスタンプ Thank you。 こんばんは。2番新入生代表で喋ったりするの。え、しないしない。あれってさ、成績いい人からでしょ。昨日の自己紹介ね、カットされちゃった。なんかダメらしい。誰かさんの言葉を使ったんですけど、
JK って上手に帰宅んだよの略なんだよね。あ、そうなんだ。上手に帰宅んだよ、上手に帰宅んだよ。わかんない、業界用語なのか普通なのか。嘘だよスタンプ、 Thank you。 知らんかったんか。そう、え、今日から JK だったんだって思って。 JK だったらアメピのお腹出しも OK。 そうなの。でもさ、ジェラシーとあんま変わらんくないか。ピカピカありがとくん、ハンバーグ3位はマジですか。それはエイプリルフールです。ハンバーグ3位と解きまして、エイプリルフールと解きます。なんだっけ、こんなんあったよね、一緒のタイミングなんだ。昨日の鉄男の話してる時には知ってるかと思ってた。昨日鉄男の話してたっけ。いや全然、今日さっき知った。だから勉強じゃない、練習します。うん、嘘だよスタンプ、 Thank you。 今日カウントダウンね、知ってる、出るよね、楽しみ。だから絶対半には終わります、18時半には終わります。目痛いの、ほら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 、言う人がいるんですよ、リナガサくんって。こうやってやったらさ、なんか目にゴミ入ったの大丈夫とか。ウインクです、これはエイプリルフールじゃないです。公園でウインクされたら死んじゃう。じゃあ今度やったろか、今日はリーナ楽しい。あー、それはエイプリルフールですね。エイプリルフールであれ。昨日の焼肉の話で面白いことあった。なんか常に平和空間すぎて覚えてない。嘘だよスタンプありがとくん、 Thank you。 JK おめでとう、ありがとう。配信でやっちゃうんかい。やっぱり配信とリアルは違うからさ。好きな食べ物の3位がハンバーグになったよ。嘘、リーナと一緒やん、その嘘。一緒やないか。ハートありがとくん、嘘だよ、 Thank you。 親戚のベビちゃん女の子ですか。女の子、女の子めっちゃかわいい。ほらありがとくん、ポップコーンありがとう。お姉さん感出してきましたね。まあやっぱりお姉さんには変わりないんでね。それはスタンプ Thank you。 いいじゃない、聞くね、絶対聞いて、絶対聞いてよ。あれリーナさん、あ、え、これ似合うと思う。リーナ付け方知らないんだよね、これのベレー帽の付け方、どうやって付けるくんなんだ。なんか昨日はね、普通にわかんないくんだよ。何回かつけたことあるんだよ、あるんですけど、わかんないものはわかんないんだよな。なんかさ、ほい、あ、無理なんだけど、あ、こうかな、髪が崩れてそう。昨日どうやってつけてもらったんだよリーナ。なんかさ、斜めにつけてもらったんだよね、ここなんか盛り上がっちゃってんだけど、もう盛り上がりが足りてるぞ、足りすぎてるんだよな。なんか、え、合ってる、え、ちょっとわかんないボサボサになっちゃった。教えて、回答きっと教えてコナン、みんな教えて。推しは JC 以下と決めてるので本日からは。うわ、それはもう私がアーカイブでカットされたロリんですよ。いいんですか、いいんですか、そのじゃあサヤさんとかも、ね、JC 以下ってことなんですか、いいんですか。まあエイプリルフールということですね。嘘だよスタンプ Thank you。昨日最後の投票分間に合った、え、ありがとう、最後のそれはエプリルフールじゃないよね。実は間に合いませんでしたとかないよね。同期がいない公演初めて、そうだよ、もうみんなに電話かけます。みんなに電話かけます。嘘だよスタンプ Thank you。 そう、鉄な出るんです、楽しみですね。今から練習頑張ります。いや、初めてなんだよ、同期リナ一人だけの公演。
ォローありがとうくん。ウインクしたら目痛いのって言えばいいのか。違うよ。違う。なんでさ、上手い人いるんだろうね。筋肉の問題。昨日の11期6人配信、リーナの声が遠くから聞こえてきたのが愛おしかった。さてはゆうねちゃんかキョッピーかアンズの配信見たな。リーナ、くるみんとさっくーが近くにいたからね。どこ見てんですか。リアルも大事だね。楽しみ。そうですよ、リアルが大事です。ハートありがとくん。今日もカワチありがとう。世代用スタンプ Thank you。 配信もリアルも美少女なリーナちゃん、ありがとくん。ありがとう。え、誰か付け方教えてよ。わかんない。キノコ屋見に行きました。やっと JK ですね。そう、やっとやっとやっと JK です。うそだよスタンプ Thank you。 明日ブログだよ。覚えてた。覚えてましたよ。これはエイプリルフールじゃなく覚えてました。可愛すぎる。ギャギャがわいいですか。今日は一日だから丸亀製麺行かないと。なんかあるんですか。お得なの。え、付け方知らんの。嘘じゃない。嘘じゃないです、本気です。嘘でスタンプ Thank you。 自己紹介いいですよ。はい、 SK48 地域研究生の高校1年生 FJK の、15歳、りーちゃんこと杉本りーなです。よろしくお願いします。今日から JK です。花の JK です。ピカピカハートありがとうくん。それはスタンプ Thank you。 ピカピカありがとう。祝い JK。 そうそう、配給正常戦が終わったとこまで見終わった。あれ、あれか、あのあれだよね、白鳥沢と戦う前ってことか。結構見てるじゃん。 JC 最後にカットされてて、もらうね、 JC 最後に出現をしてしまった。泣くよ。嘘でスタンプ Thank you。 左と右どっちがウィンク得意。分かんない、ウィンクどっちを閉じるのをどっちっていうのかが分かんない。ただ普通に右閉じるのが得意かな。多分こっちのが得意だよね、知らんけど。あんま変わんない。同期いなくて電話しまくるの可愛すぎる。いや、さすがにね、一人なんで。嘘でスタンプ Thank you。ウィンクうまい。これは記憶飛ぶ。本当？記憶飛ばれても困るんだけどさ。ウィンクうまい。本当初めて言われた。ありがとうくん。帽子ありがとう。え、本当につけ方みんなも知らないか。知らないよね。だよね。え、どうやってつけんの？わからないくんなんだけど。どうやってつけるんですか？ベレー帽ってどうやってつけるんですか？あ、前髪が割れた。え、これで合ってんのかな。なんかさ、斜めじゃないこれって。待って、分かったかも、分かったかも。あ、ボサ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 なんだけど。分かったかも。これさ、外に出さないよね。中に入れ込むやつだよね、多分。中に入れ込む。だってベレー帽丸いもん。マッシュルだもんね、ベレー帽は。だからこれで被るんだよね、多分。てるよね、多分そうだよね。ちょっとわかんないんだけど、リーナ。え、さっきよりは近づいたくないか。いや、わかんない、正解がわかんない。前髪がぐしゃぐしゃになっちゃった。どうですか。
合ってるくんじゃない、間違えてるかな、え、なんかこれがめっちゃ気になるんだけど、え、これ後ろに回すやつだよね絶対。うーん、ちょっと待って、誰か知らないの、制服と鉄の申し込むね、ありがとうくん。でもどっちもだとどっちかには当たるかわかんないや。帽子の、え、嘘なんかい読もうと思ったけど嘘なんかい、有益情報ちょうだい。 JK って響きがいいよね、 JK ですよ JK。 ピカピカありがとくん、それはスタンプセンキュー。 JK になってもリータンって呼んでいいのね呼び方は変わらんからね。4日の座席決まった、いい列なので前から5列目。ああ、そうなんだ、いい列ですねめっちゃ楽しい。こちらこそ、プレゼント用意できてあと送るだけやけど、郵便局行く時間ないからしばらく我が家にも眠る、我が家に眠る、あ、置いとくってことね。まあぜひまた仕事行く途中とかね、ぜひ。応援してるスタンプありがとうくん。今目に何か入った、ほらみんな言うんですよこうやって、リーナが正解を作ればいい、あ、リーナ基準ね先輩と仲良くなるチャンス、でも緊張するよね、出れば最強、それはそう最強です。それはスタンプセンキュー。劇場公演とイメージ違う、本当、わかんない、公演がどういうイメージなのかわかんない。ハートありがとう。多分そうだよね、そうだよね、このタグみたいなやつ後ろだよね。待って、ちょっとうまくできる気がしてきたんだけど、謎の自信、根拠のない自信って大事だよねよし、待って、根拠のない自信ってさ、確か配給に出てきてたよねこの言葉、なんか聞いたことあるなって思ったんだけどさ、これ斜めにかぶるのが悪い？え、こう？斜めにやるんだったらもっと斜めにした方がいい？え、でも昨日リーナ斜めだったよね。どう？どうですかくん？どう？斜めくんなの？昨日のリーナ斜めだったくないか？こんなんじゃない？スレアスタンプセンキュー。リーナとの写メは服装決まってますか？え、あのね、セーラー服着ようかなって思ってる。え、前メロも着たいの、いっぱいあります、ちょっとまたね話し合いします。斜めに被るのが正解、そう多分そう、え、合ってる気がするんだけど、どう？マイスイーターってマイスウィートハート、え、どうですか、ちょっとこの毛が気になっちゃった、え、どう、え、ちょっと盛り上がりすぎわかんないんだけど合ってるかなこんばんは、それスタンプセンキュー。リーナ卒業発表してください、今日は何の日？エイプリルフールですね。嘘ですね。本当は卒業発表しないでくださいってやつですね。秋風14日の鉄の投げる。なんかキノコマークついてるんだけど、それゆうかさんじゃないですか目的。仕事朝6時からだから郵便局空いてない。え、帰りに寄ったら？それはスタンプセンキュー。ほらありがとうくん。昨日リーナのいいところ聞いた？え、聞いてない、え、キョッピーは教えてくれた、え、みんなにはまだ聞いてないかも。でリーナキープメモにみんなのいいところをまとめて4日に言います。幼稚園の帽子ベレー帽、え、ね、見たことある、なんかさ、それもさ、こういうベレー帽じゃなくてさ、上にツンってなんかどんぐりみたいになってるベレー帽じゃない、見たことある、かわいい、ありがとうくん、かわいいくん、ありがとうくんいいんじゃない、え、いい、合ってる、いいですか、
合ってますかこれ、合ってるくん正解が分かんないみんな分かってないみんな分かってないじゃん。昨日のオオカミ当日に覚えたの、前から練習した去年の練習が最後だからほぼね覚え直しでした。もっと斜めでもいい？え、これよりも？待って、最新コメントを見たいかも。似合ってる。お、ありがとう。可愛いから正解。あ、可愛ければいい。いいですか？エイプリルフール嘘ついていいの？午前中だけじゃ。え、それね、イギリスだけらしいよ。だから多分日本とかはね関係ない。そうです、嘘に決まってます。リーナ永久推しメンです。お、それは嘘じゃないよねありがとくん、昨日話してた。絶対今日のチームエースさんの何 MC 絶対おもろいよねって話してた。エイプリルフール、そう、それはね分かりやすいやつですね。誰か Google 先生に聞いてくれてた。え、でも合ってるのか、写真見ないと分からん。どんぐり確かにそうだよね。なんか幼稚園児のさ制服のさ、どんぐり棒って大体どんぐり棒なんだよね。ベレー帽って大体どんぐり棒なんだよね。可愛すぎてやばい。ありがとくん、頭のてっぺんより少し前からかぶる。うん、少し前からかぶった。もうちょっと前、え、間違えてた気がする。こっちで合ってるよね多分。合ってるんじゃない。真実はいつも一つ。フリエ得意。そんな覚えるの早くないからいつも予習してってる。ハートありがとくん、可愛ければいいね可愛いですか。ねえ、だから見て右側の最善。最善いいじゃん、よかったね。すごいベレー似合ってる。ありがとうくん、初見です、かっこ嘘。エイプリルフールなんでね高校生としての目標は楽しく両立ですか。うん、そうだね、まあ両立ができればいいかな。いい感じに見えてきた。見えてきた、よかったじゃあいい感じってこと。正解、写真と同じような被り方になってる。お、やった、じゃあ一緒じゃん。こんなのがさ JK 初の配信でいいのかな。わかんないです。昨日サックとリーダー逆だったら妹なんて言わせないから見れたのに。そこだけが好きなわけじゃないですよね。リーナが歌ってれば何でも可愛いですよね。ファンの人ならねそう言わなきゃダメですよ。昨日よりも大人っぽく見えるんで、さすが JK 昨日のこの1日で私変化したということでピカピカありがとう。うそだよスタンプ Thank you。 今日ね、先にじゃあリクエストタイム取ります。今日ねやりたいことがあるんですよ。あのね、昨日言ってた、昨日だっけな、言ってたね、例のブツが届いたんですよ。一つだけだから、ランダム。記念すべき私の初グッズ。えぐい。5枚ついてんのか緊張する。絶対に配信であげたいなと思って。分かってるよ、もちろんさ最近のさ返信でよく来るのね、なんかファンの人はリーナに興味があるから。いや分かってます、でもねこれだけはやらせてこれだけのためにこのリーナがランダム開封を見たいだけのために、いやその結果をね見たいだけのためにメールとか取ってくれてる人いんの。だからそれだけはやらせて、ガチでこれだけはこれだけはのランダムだから。
これだけはやらせてください。 FJK ポーズ、 JK ポーズ、じゃあ私がやったらね、 JK ポーズ。前髪がさ決まってないんだけど、こう？こう？逆かな？こう？変わんないか？え？こうだ、こう。こうだよね、多分。うん、うん、うん、うん。ちょっとさ、もう一個は軽くする。え、合ってるかな？合ってるのかな？惜しい。え？惜しかった？え、合ってた合ってた合ってたえ、合ってたのかな、え、これは合ってたのかな、え、こう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 合ってる、え、よかった、うん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 、オッケー、よかった、合ってた。初めて自分で理解できたね、リーナ。お疲れ様です。急な成長急すぎん、今日でいきなり JK らしくなった、まあ、らしいというかね、本物なんですけど。狼とプライドポーズ、まあ、これはやっぱりさえあの感想でやってるやつ。うん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 、タン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 、かわいいよね。さよなら JC ポーズ、うーん、ふん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 、 JC の C ね、まあ、J は変わんないからさ。でバイバーイってポーズです。そう、ランダム。ギャルピース、ふん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 、 OK、例の物、そう届いたんですよ。リーナ引き終え、そうなの。人からさもらったやつはさ割といいんだけどさ、スタンプじゃなくてギフトっていうような、え、ギフト？ギフトね。嘘だよギフト。ありがとうくん。ギフトって言葉が出てこないんだよねいつも。え、流れ星ありがとうくん。後ろの席でも見つけてくれてありがとう。まあ振ってくれてたらね見つけますよ。まあ昨日ちょっとね、あの私のやつじゃないのを振ってる方がいて、ん？って感じだったんですけど、猫耳で言うとあーって感じだったんですけど、リーナに興味があるからランダム開封みたいですよね。みんなが見たいのはもちろんやっぱりね、何が出たかを気になる方もいると思うんですけど、ランダムを楽しんでる私を楽しんでください。 JK になっても変わらないリーちゃんでいてね、ありがとう。みんなも変わらないでね。もうそれだけのためにメール取ってるわけじゃない。あ、本当？本格的に杉本リーナということで。スマイリーポーズ。うん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 。オッケー。嘘だよ。ギフト。ありがとうくん。メールはいろいろ取りたいと思わせてくれるから取ってる。嬉しい。あざとウィンク。あざと注文が一つ多かった。じゃああざとポーズこれ。うん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 。うん。うんうんうん、こっちやっぱ苦手。今回ミトプレイでやりました。昨日リーナさえ多かったね。なんで？でもね声小さかった。いつもなんかリーナのファンの人ね声ちっちゃいんですよね。なんかみんなさあんま出したがらないんだよね声を。画力が強い JK ポーズだった。本当？意志が強いんですよ。なんか大人っぽいポーズ。うーん、え、これとかは？大人っぽくないか？ FJK JK おめでとう、ありがとうくん。ハートギフトありがとう。嘘だよスタンプギフトありがとう。まあいいでしょ、スタンプでいいよ。
わかるもん、リナギフトって。ありがとう。両目閉じる狼とプレイド、あそこか、なんだっけ。あ、なんだっけ、キスくらいしてくれなきゃのとこか。何してるか分かんなくない？映ってた？オッケー、ニーナコール頑張った、ありがとう。もうホワイトボール使わない、え、持ってきたんだけどね、ちょっとごめん、やる時間がなかった。狼とプライドで綺麗なハート作る特訓とか、あ、それはしますよ、もちろん。手をつなぎながらポーズ。ぎゅっと手をつなぎながら。ベレー帽似合うね、かわいい、ありがとう。嘘だよ、ギフト、Thank you。違うの知ってるのはリーナの推しじゃなくて、いや、リーナの推しだよ。明日行くから気づいてねって言った人がリーナじゃない財布ってた。おこです、ハートありがとう。ランダム出なくて泣いてるリーナが見たい、それはただの意地悪ですよ。リーナ上なの知らなかった。いや多分ね、めっちゃ食べると思います。ほらありがとくん、ほら目痛いのって言うの、みんなエイプリルフールだよねそれ。かわいいスタンプありがとう、嘘だよスタンプ、 Thank you。 大人でしょ、うっそうポーズ、うん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 、ダウトのポーズやるじゃん、なんかさ意地悪い言いたのよみたいな。ニアのスタイルバランスいいなと思ってる、本当嬉しい。それをスタンプで書かれた。じゃあ嘘だよということで、桃取り何歳わかんない、ご想像にお任せします。もう JK だから綺麗って言われたい、全然何でもいいです褒めてくれるなら。オカイとプライド最高でした、それまでロビー帰ろう、あそうなんだ、よかった、ハートありがとくん。次はツーショットまで会えない、え公演来てよ、じゃんトークも来てよ。じゃあちょっと運命の開封いきまーす。なんか段ボールにさひっついてて全然取れない、なんか当たんない気がしてきた。でもさそんなに48グループみたいにさ50何人かいるわけでもないし、まあ、信じるしかないよね。待って、開けるのめっちゃむずいんだが、ちなみにリラね、これ初めてのさグッズだからさ、初めて買ったグッズだからさ一つだけだからすぐ終わっちゃうけど、まあ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 延長しないからね、狙ってるのは、それはもちろん、あエイプリルフールじゃなくてカレンタンですよ、もちろん、もちのロン、もちのロンです。これどうやって入ってるのか分かんないんですけど、よし、あったよ、このパッドに商品が挟まってます。めっちゃ緊張する、これどっちから開けたらさ見えないのかな、緊張するんだけど、ここに入っちゃってるってこと、ちょっと待って、みんなも緊張しててみんなも緊張しててね、当たったらリーナらしくない、そのらしいはいらないですよ、当たってください。ちょっとまで昇格わかんないです、研究室よりね少ないね、
あ、仲間のため5本ね、忘れてたね。カレンって出たら1個言うこと聞く。言うことっちゃもなんもないな。でもエプリルフールだもんねって絶対言うでしょ。やっぱり買うなら人数分買わないと。まあでもね、カレンタンが出ないとどうしようもないんですよ。カレンタン以外出ても、カレンタン出たらカレンタンに報告。いらない報告でしょ絶対それ。ちょっと本人絶対迷惑です。いい子やっぱり足りない。まあでもいいじゃん、初めての、中学生が買った初めてのグッズですよ。まあ、今は高校生になったけどさ。カレンタン出なかったら罰ゲームありですか？ないよ、そんなないです。出ないだけで悲しいんだから。それをギフト、センキュー。出なかったらトレード、私はトレードしない主義なので。だって自分でさ、ランダム買ったってことはそういうことじゃん。いきますよ。緊張する。やばいやばいやばい、人生初のさ生写真なんだけど、初めて生写真買ったよ。え、これ、え、やばいやばい、はがきみたい。え、どうしよう、めっちゃ緊張しちゃうかも。みんな当たってって言って、エイプリルフールとか言わないでね。エイプリルフールに開けるのも良くなかったか。なんか嘘みたいな感じ出ちゃう。え、でも5枚あるから、5枚あるからね。お願いします。え、いくよ。え、いくよ。え、これ見せちゃダメなやつなのかな。あ、でももう出てるよね。1枚目、1枚から。え、あんま指紋つけたくないわ。あ、手袋持ってくればよかった。縁、縁触ります。いきます。3、あ、じゃあこれの絶対延長するやん。待って、せーの、はい。あ、かわいいです。ピンクなんだこれ、かわいいですね。まあ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 、まあ、まあ最初だからね。でも結局みんなかわいいんですよ。だからね、全然見れる、 見れるっていうか目の保養になります。で2枚もまだまだ4枚あるのでね。最後に出てくると信じてるリーナは。いくよ、せーの、はい。ええ、それルナピだよ、ルナピ。あー、すずかちゃん、え。待って、めっちゃオタクで恥ずかしいんだけど。めっちゃ美女がいいんだけど、みんな。あ、バレンタインだから、みんなあれなんだね、ピンク、ピンクなんだ。いいな、めっちゃかわいいんだけどピンクね。このピンク色が好き、かわいい、かわいい。あれだよね、すずかちゃんってさ、なんかやってたんだよね、もともと芸能活動。なんかさすがだなって思う。めっちゃギャグとかしてる、ギャグ。リナは絶対できん。なんか昨日さ、ココハちゃんとかがさ振られてたじゃん、なんかギャグなんかしてみたいな。リナ絶対できないって思ったぐらいできない。え、次ね、3枚目、集合とか、え、あるよ、あるけどいけるかな。え、ガチでお願いします。でもあと3枚あるから、いくよ、せーの。あー、え、ゆいちゃん、え、これさ全員違うやつ出る、もしかして一枚一枚違う人出るとかある。え、リーナの運がいいだけ。あ、でもかぶりがないのいいね。え、かわいい、かわいいわ。え、聞いたの、あのさ、ゆうねちゃんとかにさ聞いたのね。え、フルーツジッパーとさ、あの一緒になったよねみたいな、ステージ一緒に出てたよねって聞いたら、ゆいちゃんがタイプだったって言ってて、やっぱ可愛いんだよな。あと2枚あるからいけるよ。謎の自信。エイプリルフールだから当たんないかな。あと2枚あるからね。やば、めっちゃ大事だわこれ。なんで指紋つけちゃったんだろう、本当に私ってやつは。いくよ、でもかぶりないだけマシだよね。でみんなさ、かぶり出てるでしょ。いきまーす。あれ、ええ、めっちゃ赤くなってる、最悪なんだけど。リナ今日さ、やけどしたんだよね、耳赤くなってた。いきまーす、はい。あー、アマニキだ。え、アマニキ2回目じゃない。あ、初めてか。ええ、え、待って、
ってってなると、え、2分の1じゃない？だってさ、2分の1だよ、あと2人だよ。これは、え、リーナが運いいだけなのかな本当に。え、ね、被らないんだけど、え、リーナが運いいだけ？被らないのってもしかして、え、そういう仕様になってるとかじゃなくて、あと2人だけだよ。みんななんでこんな可愛いんだろうね。シンプルにね、あの女の子として、あのファンデーションを教えてほしい。え、やばい、あと1個だよ。やばい、30分になっちゃった。やばい、こんなことしてる場合じゃない。いきますよ。でん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 、ひふみよ。ノエルちゃん、え、待って。え、やっぱりな、推しでないわ。ちょっと待って、え、カレンタイン以外コンプリートしたんだけど、え、カレンタイン以外コンプリートしたんだけど、そんなことある？やっぱりなって、そうだよね、まあ、コンプリートはしてないけどさ、あとマナちゃんがいるもんね。いやー、弾けないんだ、リーナって弾けないんだ。無理だった。無理だったよ。でも可愛い。え、これさ、メイク自分でやってるのかな。リーナたちね、宣材写真一番初めに撮った時ね、メイクさんにメイクしてもらったんだよね。みんなね、いつもとメイクがちょっと違う気がする。でも可愛いのでいいです。可愛いので大丈夫です。マナフィーまだ、え、マナフィーね、出なかった。カレンタも出なかった。え、リーナって一生運ついてない人なのかな。え、待って、4月最初のさ、ブーツでこんなことある？エイプリルフールだからか。エイプリルフールだからだよね、だからだよね。出なかった。やばい、18時台に寝る。え、マジ？じゃあもうやばいじゃん、早く見ないと。まあやっぱりリナはワンセットなんかじゃ出ないことが証明されました。まあでもなんか、なんて言うんだろう、リナはさ、推しが出なくてもなんか買ったことに満足しちゃう。なんて言うの、推しないけど少しでも貢献できたから嬉しいなって思う人です。罰ゲームはやだよ、トレードはしません。妹行き、いや、妹はね全然興味ないんですよね、アイドルに。お姉ちゃんやってんのに。おじさんたちには出るまで買いというくせに、あの、私学生なんで、学生にそんなね、無理ですよ。外れて、ほらみんなさ、外れてとかさ言うのが良くないんですよ。ランダム廃止して、いいじゃん、ランダムリーナ好きなんだよ。廃止なんて絶対したくない。薄手用スタンプ、センキュー。え、みんなアマネキ知ってるよね絶対。元ね、 HKT48 さん、可愛いですね。カレンタンと仲がいいですよ。え、スリーブみたいな、え、入れなきゃいけないの？え、わかんないんだけど、え、腐っちゃうの？もしかして、え、なんか腐るって言ってんだけど、え、エイプリルフール？生写真なんか腐るらしいよ。え、知らないんだけど、腐っちゃうんですか本当に。一応なんか透明なやつ入れとく。え、腐るの写真って。え、それはやばい。え、リナスリーブみたいなやつ持ってるよ。え、それは入れないとね。ありがとう、有益情報だ。ピカピカありがとう。結婚式かける1、逮捕です。欲がないと当たる。じゃあもう次はもう欲なしでって言っても絶対無理だよ。そう、ルカちゃん、ルナちゃん、欲なしじゃなきゃ無理なんですね。テンテレ、そう、なんかなんだっけ、テンテレなんとかなんとかみたいな。
あったんですよね。集合もねいいよね。でもなかった気がする。待って、なんかのグッズにあったんだよね集合。でもリーナが次頼んだやつはもうカレンタンのグッズだから、正真正銘ランダムじゃなくて。え、ランダム買えばよかった。楽しいもんやっぱり。ちょっと公開中、まあ、でもくじあるし生誕くじ、まあ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 。スレアスタンプセンキュー。同担じゃなくてよかったね。妹と、多分同じ人は入ってない。すごいね、優しい。よく被るくない SKE って。そうアイロンでね火傷したの。順番おもろ、順番おもろい。ゆねちゃんは使えたとしょ、さすがにいけなかったって言った。SKE でカラコンネイルしてるメンバーいるけどしないの？え、ダメなんですよ研究生。てか、ね、ネイルとかはねそもそもダメなんです。なんか卒業しなきゃダメ、もう大人になんなきゃダメ。リーナのランダム引いたことない。頑張ってよ引いて、リーナ出なくても引いて。引けないの逆に持ってる。そう、逆に買い直しですね。買い直しできないよ、もう再販してないもん。やだやだやだ、待って、もう始まっちゃったの。無理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 、そんな無理なんだけど。ニューカワイ歌ってる。やばいやばいやばい、なんで延長したのリーナ。しかも始まるし、 S もやばいやばい、始まってるし、やばい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 よ、それ間に合わないじゃん。やばい、どうしよう。ハタありがとくん。だからランダムは地獄なんだよ。いや楽しいじゃん、ランダム楽しいじゃないか。高校生おめありがとくん。そうやってまた買わせる大人の戦略。まあでもどうせ当たるんだったらいいじゃん、買った分だけ当たるんだよ。録画してないの？え、リーナねテレビ録画できないんだよね、なんか壊れたから録画機能がね壊れちゃってできなくなっちゃった。本当に出ないとは思わんかった。それエイプリルフールえ、やばいやばいやばい、運の使いどころはここじゃない。あ、そうだよねそうだよね、今は違うってことだよね。押すと引けない、うん、物理的そっち。しかしここまで押しが出ないと前世何かしたんじゃないか。押しに前世何かしたかな、違和感しかない今まで自分で押し入れたことえない、自分でランダムで押し引いたことない。パパが買ってきてとかはあるんだけどさ、自分はないわ。やっぱ今度は注文のとこ妹に押してもらおうリーナじゃ当たんないわ多分。笑顔かわいい、ツインテールかわいい、ありがとう。この写真もう売ってないね、姉妹って言われてるよね。カレンタン出たらタワー投げようと思ったのに。それは絶対にエイプリルフールですね、だってお金ないって言ったもん。逆にあまねさんしか知らない。あ、まあ48だもんね。湿気で曲がる、え、それやだ、めっちゃやだ。有益情報ありがとう。あ、腐らないの、あ、腐らないの、嘘じゃんガチの嘘じゃん。え、でもへたれるんだ、え、それはやだ、劣化しちゃうってことね、それはやだわ。生やから腐る、ジョークだったんかい。エイプリルフールややこしいわ、なんか嘘なのか本当なのか分かんない、いちいち疑わないといけない。え、それ嘘なのみたいな。やばい、始まったの、やばい。姉妹でアイドルにならない、え、興味ないもん妹興味ないからね。ウソデアスタンプセンキュー。カレンタンどれですか？出なかったんです出なかったんです、出ないよ、泣きたい。4月14の鉄内来たすぎる。あ、ティーンズお疲れ様でした、ありがとう。来てね絶対に。自分ランダム1セットだけ買って推しのサイン入り当てたことある。すごっ、運がいいね。リーナ当たんないんだよ。推しが2人いると当たり確率増える。いや、それはね面白くない。
当たる確率増えちゃうと面白くなくない？なんか確率が少ないからこそ当たった時嬉しい。しかも私 DD じゃないんで、一途なんでね、みんなとは違って。キョッピーとアンズめっちゃ取れる呪われてんじゃない？やばい、ニューカワイ歌ってんのやばい。3分の2プリマでリーナいる手伝ってなんだいいじゃん、大好きじゃん。今日も可愛すぎもとリーナ、今日から JK すぎもとリーナ。そうですよ、なんかいいね、何リズムがゆいゆい可愛い、ゆいゆいはいつも可愛いですよ、みんないつも可愛い。やばい時間がやばい。それはスタンプ、センキュー。もう終わりますよ私。新しいテレビ買ってもらったら、いやリーナのものじゃないからさ買ってもらうも何もね。まあ別に今時さ、何再放送のやつとかあるからね、なかなか使わないんだよね。あっても、やばい、嘘じゃないの、無理、嘘であれ、やばい、間に合わないよリーナ。え、絶対に行くわよ、終わったじゃん。リーナ素直ないい子全部信じるんだよね、もう本当に良くない。今日こそ本当が発揮されてきたのにいや昨日もね思った、お見送りでめっちゃね、今日よかったよって言われるたびにさ、え本当って言うのリーナもう口癖になってる、よかったね本当っていうのがもうくっついてるリーナの中で。ハートありがとう。え終わっちゃったの無理、ええ終わった、終わっちゃったの、えマジか、え終わったのまあいいです、見ます、もうみんなのさあげてくれるやつ見ますしんどいしんどい、終わっちゃったの、終わっちゃったんだ。エイプリルフール、エイプリルフールかなえガチで終わっちゃったの。まあ、また出るさまた出るよ。カレンタはねベビーピンクです。4月14日申し込んだ、あもう申し込めるんだ、じゃあみんな申し込んで絶対会いに来てね。やばい延長しちゃってる、もう終わりますよ。いやコメントが続く限り私延長しちゃうんですよ。全コメだいぶ読みたい、だいぶほとんど読みたい人なので。帽子かわいい、えかわいいよね、頑張ってつけてみたウソレアスタンプセンキュー。何種コンプ、えこの写真めっちゃありますよ、めっちゃある、何枚かある、何十枚かあるよ。タイムシフトって何ですか。ハートありがとくん。同期も本当の口癖に気づいてなさそう、まあ、多分ね最近言い始めた本当って言い方可愛いからたくさん聞きたい。あ本当出ちゃうんです本当、ええやばい、本当ってめっちゃじゃあ言っちゃうわ、出ちゃうんですって言ってさすぐそのこと忘れてまた本当って言っちゃう。待って、虫いるんですけど、え呼んでないのに聞きたくんだよ呼んでないのに聞きたくんだよ、え虫呼んでないのに来たくんだよ、えどうしよう、虫が呼んでないのに来たくんだよ、えどっか行った、えどっか行かれても困るな、同じ空間にいるのがやだじゃあ早く終わりましょう早く終わりましょう、ええめっちゃ嫌なんだけど、呼んでないのに、終わっちゃったんだ、悲しい。応援してるスタンプありがとう。虫だってリーナ見たいんだよちょっと無料で見れないから無料で見れないから君たちもう呼んでないのに、誰が来たの、虫虫が来賓した、エイプリルフールじゃない
受験さん、それスタンプ、センキュー。ハートありがとう。電気消してテレビだけつけとけば寄ってくる。え、テレビだけつければ寄ってくるんだ。テレビに来るんだね。え、なんかどっか行っちゃったんだけど。え、呼んでないのに。ピカピカセンキュー。カレンタン出なかったし、生写真そんな扱いしません。ちゃんと大事にします。ハートありがとう。くん、見たいアイドルが延長してくれて嬉しい。リーナも見たいアドレに延長してほしかったです。誰が来たのじゃないんだよな。虫なんです。虫なんですよ。え、本当にどっか行っちゃったんだけど。なんかどっか倒れてそう。倒れるなら隅っこでお願いします。虫が呼んでないのに帰宅だよ。もうあります。さすがにピカピカありがとう。よくできたオタク。よくできてないよ。人の家に勝手に侵入して。 G じゃないんだよな、あの蚊みたいなやつ。いたえ、やだ。早めに終わりましょう。自分のいるところ鬼悪くて泣いた。え、何が、本当に無理すぎる。やだ、早く終わりましょう。で、お姉ちゃんの部屋に閉じ込めます。お、やだ、え、めっちゃやだ。なんで来んの。呼んでないよ、私泣いてないんで。うわー、痛い無理。やなんだけど。え、絶対蚊だよ。え、刺されたくないんだけど。終わりましょう。やだ、痒いの嫌です。痒いの嫌なんで終わります。さすがに。え、無理。もう JK 最初の配信だよこれ。大丈夫そう。え、 JK 最初なんですけど。虫は嫌だよ。いや、嫌すぎる。じゃあ終わります。さすがに終わります。終わります。嘘だよスタンプ。 今来るとなんか嫌だな。センキュー。ちょっと、やだ、早く閉じ込めます。やばい。え、やばいんだけど。まとめ虫が出た。本当に虫の影響でさ、ニナ脳内虫しかいないんだけど。今日こんなに楽しい配信してたのに、こんなさやってさ。え、本当に無理。痒くなってきた。無理。ピカピカ嘘だよスタンプ、センキュー。買ってそんな見失わないやろ。いやいや、あのね、黒い方に隠れてくんですよ。お祝いに来た。いや、大丈夫です。大丈夫です。カレンタン出ない、慰めてくれてる。やだ、怯えるだけだよ。やめて。ドンとドンと来んな、来んな。終わります。本当に終わります。読んだら終わります。読んだら終わります。こっちはずっと楽しい。それはよかった。一緒に怯えてください。嘘だスタンプありがとう。ということで、今日はちょっと虫に警戒しながら私はすぐ部屋に隠れます。ということでね、今日はありがとうございました。今日からJC の私なんですけど、最後、うわー、いたいました。ごめんなさい。JC、 あ、嘘めっちゃ嘘ついてました。エイプリルフールです。JK 最初の配信だったんですけど、うわー、大丈夫です。JK 最初の配信だったんですけど、まあこれからね、 JK の私が続いていくのでね、JK の私も応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。すぐ部屋に帰りたいと思います。はい、ちょっと待って、ちょっとそこにあるさ、やつをちょっと回収してから帰りたいから、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってて。ちょっとホワイトボードとかね、いろいろね、部屋に持ち帰りたいからさ、遠くにあるから回収しないといけないんだよね。
ちょっと充電も抜いとくわ、あのすぐ帰れるように。ちょっと待ってよ。蚊だよね、絶対蚊だ。やばい、急げ急ぎます。あ、そうだ、制服の目公演と、12日の制服の目公演と、なんだっけ、14日の鉄な公演に出演するので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。あとね、トーク会、握手会、ツーショット会もね、やってるので、ぜひ会いに来てください。じゃあ終わりますよ、私、終わります。もう回収終わったんで、早急にね、終わります、私。見ていただきありがとうございました。またまとめは書いておくので見てください。終わります、本当に終わります。じゃあバイ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 します。ちょっと置かないとバイバイできないんだ。宣伝忘れなかったです。エイプリルフルね、もう終わるので、あの終わる前にね、あの種明かししといてください。